どうも皆さんこんにちは、なっくんチャンネルのなっくんです。ということで本日はですね、筑波山の山頂を登ってみます。まずこっち、その後こっち行きたいと思います。なんかぬかるんでるみたいだから気をつけて、すんごい工事してる。工事関係者もするちょっとね、景色は残念なような気もするが、行こう。まあね、ゆっくり行きましょう。山頂に着いたら一回動画切って、その後つなげて編集するんで。うわすごい、こう流されてきてんな。すごいな。マスク取りますわ。誰も来ないんだけど、裏見ます。せーの、誰も来てません。オーマイガー、やばいやばい。ちょっと待って、これ最悪。動けん。ちょっと待って、進撃禁止になってる。前行きたいような気がするんだけど、ベルトが緩い。あ、来た来た来た。今裏から人が来ました。よかった。これ嘘になる。なんかさ、怖いね。お？皆さん、ここで間違えちゃいけない。これね、吹きじゃねえな。吹きじゃねえ。吹きがこんなとこに入るわけ。建物がある、あるけど、何の建物か分かんない。お、なんだこいつ。なんかの建物ですね。多分アンテナかな。
ど雨さえ降んなかったらこれ行けたかもしれない。身が持たん。俺の息が持たんよ。すごいね。やばい。あった。ないんですけど、ルートがあるらしくて、それ見ずに来ちゃったんでね、俺の思いがけないハプニングです。あの前来た時、なんて言うんだろう、人がいっぱいいたんですよ。今年はそんなにいないね。
川の蒲口を長い洋輔のお店の前で私の形は実は江戸時代にお立ち石とその隅が浦に隅が浦に立ち石すぐると怖いね、怖いっていうかなんか不思議。やばい、皆さんハプニングです。なんと僕一人です。まだ怖い。やばいよ、やばい、マジでやばい。危ない危ない危ない、やばいよマジで。マジかね、やばいな。やっとですよ。はい。まあ高い。あれ、こんな険しいとこ。したことないぞ。危ねえ。屋根が見えんの。ちょっとね、霧が発生してます。
段体重。